リアルスクワットジャム、イエーイ。皆さんこんにちは、テレビアニメソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンライン連役の楠木智と申します。お願いします。この番組は、私楠木智が GGO の世界観、銃と鋼鉄の世界の魅力を皆さんに伝えようという番組なんですけれども、残念ながら2018年現在 GGO は現実には、存在しておりません、そこで銃の世界の魅力だけでも伝えるために現実世界で、サバイバルゲーム、サバゲーに挑戦してみたいと思います。ね、サバゲーってあれですよね、銃とか持ってなんかわーって実際に撃ち合ったりするやつですよね。私あんまり詳しくないんですけどね、私あの基礎の運動音痴だからね。あの 50m 走は9秒2だし、最高タイムが9秒2。握力は21-14だし、あと逆上がりはできないし、側転もできないし、できないことしかないんですけど、運動音痴でもできるのかちょっと心配だし、知らないことも多いし、ということで本日はこの方に来ていただいております。どうぞ。よろしくお願いします。月刊アームズマガジンでライターモデルをやっております、みそみそです。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。もういっぱい教えてください。はい、わからないんです私。はい、全然運動音痴でも大丈夫です。大丈夫なんですか？大丈夫です。本当ですか？はい、もう本当にあの多分想像を絶する運動音痴なんですけど。はい、あのサバイバルゲームっていうのはもう、あのなんだろう、走るのが苦手だったら止まってスナイパーとしてやるのも OK だし、動くのが得意だったらアタッカーとして前にどんどん、アタッカーっていうのはもうどんどん前に行って、前に行って、はい、前にどんどん出る人のことをアタッカーって言います。そうなんですね。はい、あ、じゃあ自分のこうなんか得意な部分を生かしながら戦っていけばいいってことですね。そうです。なるほど。そうです。はい、あの、はい、サバゲーっていうのがちょっといまいちまだよく分かってないので、うん、なんか説明していただいてもいいですか？サバイバルゲームっていうのは敵と味方に分かれて、トイガンで撃ち合う遊びのことです。うん、はい、はい、まあ、BB 弾っていう、はい、ちっちゃい頃見たことがある。そう、BB 弾ちっちゃいを使って撃ち合うんですけど、最近ではバイオ BB 弾って言って土に帰る、その打ちっぱで土に散らかっても土に回ってくれるやつがあるので、結構気軽に遊べる。え、あのすごい一つ心配なことがあるんですけど、うん、はい、痛いですか？痛いか痛くないかで言ったら痛いです。痛い、痛いですって。でもそんな跡が残るとかそういうのではなくて、うん、痛っていう感じなんで当たったらすぐ分かります。あ、じゃあ分かるんですね、実際当たったら。はい、あのなんか前聞いたのが、そのサバゲー当たったら自主的になんか、はい、うん、ヒットヒットってヒットって言うんですか？ヒットって言います。ヒットって言ってそこから退出します。体質で、はい、あれですよね、なんか喋っちゃいけないんですよね。そう、そっからもう喋っちゃうと死人の、はい、そう、何も敵に、あ、味方にも何も教えちゃいけないし。あー、そっか、はい、なんか教えたりもできないのか。はい、大変ですね。じゃあそこから蘇生もできない。はい、何もやられないように頑張って頑張ってやります。はい、瞬殺されないように頑張ります。はい、はい、うん、なんか装備とかも、うん、結構がっちりやるんですか？本当好みです、自分の好み。うん、あ、じゃあもう T シャツでやる人もいるんですか？もういるんですけど、あの痛いので。そう、痛い。なるべくなら長袖の方がいいかも。あ、じゃあもうヘルメットとかして、はい、なんかゴーグルとかももうしたりとか、そうですね、帽子とかかぶった方が頭に当たってもそんな痛くないかもしれないです。なんかレンちゃんみたいにピンクとかいろんな色もあるんですか？うん、あります。 あるんだ。はい、でもあんま使わないですよね。あ、でもあのなんだろう、フィールドっていう戦う場所によってはそういうのでも有利な場合はあります。有利な場合あるんですね。はい、なのでそういう装備とかを今回はいろいろ実際にお店に行って、はい、買っちゃいましょう。やったー、行きましょう。行きます。じゃあ行ってまいりますね、私は。行ってまいります。やってまいりましたが、はい、ここはどこでしょうか？こ
ここはですね、はい、初心者から上級者の方までもうここに来れば何でも揃うと言われている越後屋秋葉原店さんです。おえ、何でもですか？何でもあります。あ、じゃあもう結構ベテランの方とかもたくさん利用してらっしゃる。はい、なんかすごいいっぱいありますね。見たことないものがかなりたくさん初めてあって、はい、これとか、うん、これは BB なんですよね。 BB なんです。さっき言ったあ のバイオ、あ、本当だ、バイオって書いてある、はい、とかこっちもハンドガンですね。ハンドガン、あ、あの片手で撃ったりするやつですよね。そうです、はい、軽い。どっから見ていけばいいんでしょうね。そうですね、最初10から見ましょうか。10から、はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあまずはあっちにライフル系の銃があるので見てみましょう。すごい、なんかこの箱に売られ入って売られてるんですね。そうです、あそこにもあの出てる見本とかもあるんですけど、どういうのがいいですか？どういうのがおすすめですか？まあ女の子なので軽いのがいいとは思うんですけど、うん、持つだけはなんかいろいろ試してみて合うやつがいいのかなと。なんかレンちゃんが持ってるのがプロジェクト90、うん、D90 なんですけど、それはどこに、うん、はここにあります。もう種類も豊富で3種類あるんですけど。そんなにあるんですか？はい、何が違うんですか、そういう場合って。まあ、長さとか性能とか、あ、はい、それも合う合わないとかがあるので、実際に持った方がいいと思うの で、うん、うでね、はい、持ってみましょうか。はい、失礼いたします。楽しみ。初銃触るのも初めて。あ、初めてです。おお、すごい。どうですか？どう持てばいいんですか？じゃあ最初持ってみましょうか。はい、どっから、はい、ここがトリガーって言って引き金になるんで、はい、ここのところにこうやって合わせて、こっちはこういう感じで持ちます。で、こうやって打つ感じです。はい、はい、じゃあこれが、ここがトリガーになるので、うん、でここっていうのは絶対指を打つときまで入れちゃいけないから、そう、伸ばしてるかも握っちゃうか。そう、こう、どうですか？ドキドキしちゃう。でもね、結構思ったより重いですね。なんかもうちょっと軽いのかなとか思ってたら、うん、結構重い。でこれでなおかつ打ったら反動とかも来るんですかね。多少、はい、あります、うん、あ、ここからもちゃんと覗ける。そう、これはここからドットサイトつって、うん、というドットサイト、はい、光が見えて、その光を狙うと、うん、敵を合わせて打つみたいな、うん、あ、うん、光で点点、赤い、あ、見えますそれに敵を合わせるとあ、なるほど、そのまま打てば敵に当たるという、そういう仕組みが最初からついてます、これは。じゃあ結構初心者の方でも打ちやすい。打ちやすい。 PK 銃は結構初心者とか女性にはぴったりの銃です。お、うん、実際三沢さんは、うん、はい、銃は何丁持ってるんですか？何丁持ってる、もうあんま数えたことはないけど20ぐらいはあると思う。 20? は、うん、もう全部違う用途によって変えたり、すごい、ちょっと壊れてるのがバラバラになって家にあったりとかあります。もうガチじゃないですか、だってすごい。じゃあもう何でも聞きます、うん、じゃあ分かんなかったら聞いてください。他のも見てみますか？はい、そうですね。じゃあこれ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくなんで重い銃とかも持ってみましょう。持てるかな、はい、持てるかな。なんかスナイパーが持つような銃ありますか？よいしょ、ちょっと一番重そうな HK417 とか。はい、ちょっと見せてもらっていいですか？はい、HK417、 はい、あ、すいません。うわー、見た目はもうほんとかっこいい。これはまたどうやって持てはい、あ、じゃあ先に、はい、あ、じゃあどうしよう先にじゃあ持ち方を、はいはい、お願いします、はいはい、今度はここをこう持って、はい、こっちはこう支えるような感じで、はい、でこうやって持ちます。はい、どうぞ。重いよあ、重いこれなんかそう重いですよ、すごい。これを持って山を走るんです？無理ですこれはちょっと無理こことここを合わせるっていうか、あの、この上にスコープとかサイトを乗せたり。重いね重いさっきのがいいかな
かな。さっきのがいいですかね、やっぱり。じゃあ今度は服とかも見てみますか。はい、はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ではこっちです。はい、おお、いっぱい。結構最近女性も増えてきたので、うん、女性専用の服っていうのもミニタリショップさんに置いてたりします。何が違うんですか、サイズとかで。サイズとか、あと女性のラインがこう綺麗に出るようなシルエットになってます。うん、これを一式全部こうつけてってことですよね。はい、でなおかつさっきの重いズームを持ってってことですよね。そう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 、これ大変だ。これはもう本当好みで、うん、もう自分がこの色がいいなっていうのにした方がいいと思います。ほうほうほう、うん、あ、でもなんか結構よく見ると全部模様が違うんですね。うん、そうですね。え、見てください、見えます、スカートですよ。痛くないのかな。もう痛いの覚悟で履いてやってる人もいます。あ、やっぱおしゃれも楽しみたいみたいなのがあるのか。うん、おすすめは何ですかね。おすすめはでもやっぱり結構これ初心者さんには人気で、うんうん、まあ、これマルチっていうあの種類なんですけども、うんうん、この辺は結構比較的初心者さんにはいいかなと思います。なるほど、じゃあそれにしようかな。うん、あ、なんかこれ変わってますね。なんかこういうなんかなんだろう、フィールドっていうそのサバゲーある場所によって色を変えたりもします。緑が多いフィールドだったら緑多めとか、市街地系とかが多かったらこういう方がいいのかなとか。あ、じゃあ結構一人の方が何着も持ってるみたいなことが多いんですか。うん、はい、そうです。なるほど。うん、でこれが上で、うん、こんな感じになる。想像ができない。ちょうどいいかも、サイズ。ちょうどいいですか。 S がいいんですかね。あるかな、大丈夫かな。どうかな。大丈夫、一回じゃあ、ね、話しますか。装備とかも見てみますか。はい、ね、入れるよ。届かない。装備、こういうので色を揃えてもいいし、うん、色を変えてもいいし、うん、例えばこういうベルトとか。ベルト、はい、ああいうのに、うん、こうつけてポーチをつけたりとか。あ、そっか、玉とか入れなきゃいけないですね。そうそうそう、なるほど。あ、あ、ちょうど良さそう。どこでこれは。あ、ちょうど良さそう。大丈夫ですか。ここでこうやって、おー、もうちょっと調整はできるんですけど、そうで、ここにマガジンポーチをつけたりとか。なんかかっこいい。かっこいい。いいね、すごい。あ、いいね、これ似合う。いいですね、これ。じゃあ黒にしますか。黒にしましょう。よいしょ。例えば、T94 のこれがマガジンポーチなので、こうやってつけたりだとか。それ用みたいなのあるんですか。そう、他の銃だったらこれとか。これはもう T94 のポーチ。なるほど。とか、これだったら2つついてるから一気に2つマガジンが入れられたり。どれがいいですか。これもなんかかっこいいですね、いっぱいついてる。これ何ですか。これはチェストリグって言って。ここに難しい単語が。ここにこうやってつけるやつです。あ、なるほど。これは何に使うんですか。M4 用っていう、またっていう銃があるんですね。のマガジンを入れるやつ。あとハンドガンのマガジンを入れるポーチ。結構もうあのガチの方が使う。そう。初心者の私用ではない。あの形にこだわる人と最初からつけた問題はないです。うん、なるほど。シンプルな方がいいですかね。運動神経悪いしね。でも装備って、うん、そもそもなんか結構形とかもなんかすごいいっぱい種類ありますよね。はい、なんかどういう基準で選ぶのがいいんですかね。好みなのと、うん、あとなんだろう、自分が使いやすい、出しやすい。例えばこれとかこうなってるじゃないですか。うん、サバゲやってるとこの動作すら大変っていう人は、例えばこうやってもう最初からこのままフッて抜けるのにしたりだとか。ああ、それいいですね。うん、なるほど。でもこれだったら絶対落とさないから安全とか。落ちちゃうのか。そういうので、難しい、分けてますね、みんな。なるほど。自分のスタイルに合ったもの。うん、これってこれハンドガン。いい。違いますよね、これね。すごいなんか急にカバンが現れてびっくりしたんですけど。これいいんじゃない、これこれいいんじゃない？これいいんじゃない？見てくださいよ、これ。見えますか、皆さん。ちょ、私感動で泣きそうなんですけど。こんなのあるんですか？さあ、こういうのをさっきの服とか、ここにね、ベルクロって言ってくっつけるとこがあるから、うん、そういうとこにくっつけたりすると。なんてこと、だってほらほらほら。
ジローもいるよ。すごい。これ、はい、つけたい。つけたいよ。やっぱりんちゃんかな。もっともっと。つけよ。つけます。グローブはあった方がいい。グローブ。グローブ。グローブ。あの指にビビ弾が当たると結構特に痛いので。そうですよね。グローブはしてた方がいいと思います。で女性用か。ここだとこっちかこっちですね、女性用。私手がとても小さいのですが、うん、女性用の S とかもあります。どっちがいいですか、ピンクと黒だったら。そうですね、あー迷うなでもちょっとかっこよくいきたいので黒でいきますか。ちょっとはめてみます、はい、よいしょ。あ、これね結構ね小さい子用のサイズもあるんです。あ、そうなんですか。それどうですか。すごいいい感じです。結構しっかりしてるんですね、うん。メカニクスグローブって結構サバゲやってる人では使ってる人が多くて、うん、丈夫だし、あの手にフィットするっていうので、うんうん、でサイズも豊富なので確かにすごいフィット感があります、うん、おこれいいですね。顔を守るフェイスガードっていうのもあって、そうか、顔に来るのですね。それが後ろですね。こういう風に、なんだろう、鉄なのもあればこうなんだろう、柔らかい柔らかい素材のものもあったり、まあ、色もいろいろあったり、うんうんうん、あの面白いのもあったりこれあるんですか、こんなの。あります。すごい結構最近流行ってます。うん、あ、これれんちゃんが使いそうなピンク色もありますよ。かわいい。ピンクあるんですね。ないと思ってました。そう、結構流行ってます、ピンクも。うん、と目を守るゴーグルがこっちにあります。おお、また種類がいっぱい、はい、あります。ある。もう最初からフェイスガードもついてるのもあれば、うんうんうん、もう目を守るだけのものもあって、すごい、まあ、メッシュのものもあれば、こうそうですね、透明のものもあって、これは透明の方がいいんですか。あのメッシュだと、うん、メッシュはダメっていうフィールドさんもあるので、できた あるんだ、うん、こっちのタイプの方がいいかもしれないです。なんでメッシュダメなんですか。あの最近はないんですけど、ビビタンが割れた時に目に入っちゃうと危ないから、なるほど、できたらこういうタイプの方がいいと言われています。へ、はい、これとかなんかレンズが黒い、うん、サングラスみたいな。さ、眩しい時とかはこういうのでかっこいいですね、いっぱいある、はい、めっちゃ笑われてるこういうシューティンググラスっていうのもあって、うんうん、こういうタイプもあるんですけど、かけてみますか。シャキーン。あ、いいね。いいですか。わかんない、見えてないけど、いい、ね、花粉症じゃないぞ、花粉症だけどこういうタイプもあるんですけど、うん、まあ、あのこういうゴーグルタイプの方が、うん、サバゲをするなら安全です。なるほど、はい、ほうほう、はい、一通り見てきましたけど、本当に種類たくさんって迷っちゃいますね。そう、だからもう初心者の人向きも楽しいし、うん、ベテランの人も楽しいんですよ。本当にみぞみぞさん、うん、いてくれてよかったです。わかんないからいろいろと。じゃあ今さっき見てきたものを一回ちょっと着てみたいなと思ったので、はい、うん、着てきたいと思います。試着してみます。はい、ということで準備ができたようなのでお呼びしたいと思います。ともりちゃん。はい、できました。こんな感じです。どうですか。バッチリ。お、バッチリですか。めっちゃかっこいい。本当ですか。すごい、もうすぐサバゲできそう。できそうですか。じゃあ行きますか行きましょう。うん、これ持ってやるんですよね。これ持ってやります。結構、うん、重いんです。やっぱりずっと持ってると最初はなんかね緊張してたのもあって、うん、なんかもうあどうしようとか思ってたけど、実際じっくり持ってみると結構重いから大変そうな気が。なんかもう馴染んでるようにもう見えちゃいます。本当ですか、うん、しかも見てくださいよ、ここ見えますか。れんちゃん、れんちゃんこのピンクのマスクもれんちゃんみたいにピンクにしてみました。目立って殺されそうだけどでもこのかっこいい要素の中に可愛いのも入ってて、すごい女性らしくていい感じです。
じゃあこれでいきますね。はい、じゃあ今日はここまでなんですよね。はい、次回は実践、実際にサバ行やってみましょう。やってみますか。はい、じゃあ次回もぜひ見てください。バイバイ。